金星を肉眼で確認。減速に入るぞ。金星、あれが。ねえ、ラドニッツァコロニーってどれ？どれ？ちょっと待っておれ。あれが？ほんと雲の海に浮いてるみたい。これでやっと恥露星の修理ができますな。うん、そうだね。ずいぶんと手ひどいやられ方をしましたな。まったくだ。でもまあ無事生き残ったんだ。勝ちは勝ちだぜ。ごめん、いつもGが整備してくれてるのに。いえ、レンジの言う通り、若が無事ならそれで良いのです。よくぞ若を守ってくれました。けどよ、どうすんだこれから。モビルスーツがこの状態じゃウルズハントを続けるのは厳しいぜ。シクラーゼも逃がしちまったし、またあんなのに出てこられたんじゃ。あれは本当にモビルアーマーだったのでしょうか。さあ、でも一歩間違えば俺たちみんなやられてた。ハジロ星の出力が突然上がって、そのおかげでなんとかなったけど。そのようなことが。いつものハジロ星と全然違ったんだ。見たことない表示も見えて、あれ何だったんだろう。俺やあいつらの機体は普通に動いたのにな。整備に合わせ調べてみましょう。ですがどこまでやれるか。アスモデウスは回廊から持ってきた予備のパーツがあるからいいが、ハジロ星はどっかの港に入らないと無理だろうな、こりゃ。うん、だから一度金星に戻ろうと思う。レンジーが言う通り、このままじゃウルズ半島を戦えない。さようですな。それがよろしいかと。幸いここなら2日ほどの距離です。ゴーキュッパとタマミさんはどうする？あ、そうだね、ゴーキュッパは一緒に行きな。護衛もいるだろうしね。アネゴ、海賊船がいちゃウィスタリオも帰りづらいだろうしね。私はタービンズの施設に向かうよ。わかりました。じゃあゴーキュッパは俺と。あ、うん、難しい顔をしていますね。え、金星に帰ってきたのが嬉しくないのですか？嬉しいよ。ただここに帰ってくるのはウルズハントが終わって賞金を持ってだと思ってたから。次回がそうなるように頑張りましょう。うん、入港したら若は皆を町に案内してください。私は早速ハジロ星の整備に移ります。わかった、お願い。よし、船を港に着けるぞ。わあ、すごい。ほんとすげえけど、これってコロニーっていうのか。こんなの見たことねえぞ。開放型のコロニーは私も初めてです。地上とも閉鎖型のコロニーとも違う。確かにこれは一見の価値がありますね。ほんとすごい。お、なにこれ、最高。ようこそラドニッツァコロニーへ。
ビスタリオが言うだけあって本当にすごい景色だわ。ここからの景色は私も初めて見ますけどよ、よく見ると街のあの辺、建物が壊れてねえか？ああ、それは多分俺のせいだ。ん？いろいろあったんだよ、俺にも。けど、まだ街の修復が進んでないんだな。修復する人がいないんだよ。ここから見える街並みは確かに綺麗だけど、もう人が住んでいないエリアも多いんだ。どんなに働いてもここでは豊かになれないし、それが嫌になってみんな出て行ってしまう。やってくるのは地球で重い罪を犯した罪人だけだ。ですが金星を出ても仕事につける保証は何もないですよね。うん、四大経済圏の ID が俺たちにはないからね。もらえる仕事は限られてる。ねえ、四大経済圏が絡んでないならこの場所ってどこの管轄になるの？火星の各地域や他のコロニーだって四大経済圏のどこかに属しているでしょ？このラドニッツァコロニーはギャラルホルンが直接管理しているんだ。そうなの？コロニーの運営は住人に丸投げして、彼らは監獄の管理だけしているのが実情だけど、俺の会社もギャラルホルンからコロニーの一区画の運営を任されているんだ。ギャラルホルンからの仕事なら十分な収益も得られそうなものですが。上を見て。お、あれは衛星軌道上にあるギャラルホルンの基地か。うん、あそこに金星支部の支部長、この場所を仕切るブラッドレーって男がいる。コロニーを管理するための予算はほとんどがそいつの懐に収まっているんだ。毎年アファム設備への支払いも減らされている一方で、俺の友達もそれで会社が回らなくなって金星を出て行った。そんなやつぶっ潰せばいいだろう。それができたら楽なんだけどね。そいつ一人を潰したところでまた似たようなやつが湧くだけだろうな。ギャラルホルン本部のお偉いさんが今の金星に興味を持っているとは思えねえ。火星や他のコロニーだったら独立運動にも発展させられるんだろうけど、経済的な利得がなければ活動を後ろ盾するものも現れませんからね。だから俺は決めたんだ。このコロニーをギャラルホルンから買う。最初に聞いた時は馬鹿げた話だと思ったが、それが一番手っ取り早い気もするな。そのための資金はウルズハントに勝てば手に入る。絶対に負けられませんね。ああ。ねえ、一つ聞いてもいい？何？金星に住んでる人って一体いつからこの場所で暮らしてるの？なんだよ急に。だって四大経済圏が生まれたのって厄災戦の後でしょ。世界はギャラルホルンの監視下に置かれて、その中で今の世の中になったんじゃない？それがどうした？だから終戦後に移り住んだ人なら ID を持っていたはずなんじゃないの？
G からは俺のおばあさんの時だって聞いたよ。エルダーファムって言って、船の名前はそこからもらってるんだ。で、そのエルダーおばあさんはいつ来たんだ？本当かどうかはわからないけど、薬剤戦が終わる前だったみたい。なんでまたそんな時期に金星に来たんだろうな。俺もそこまでは知らないけど、戦火を逃れてきたんじゃないかな。他の人たちも薬剤戦が終わる頃に金星にやってきたって俺は聞いてるよ。戦後になってもともと住んでいた場所に帰ろうとは思わなかったのでしょうか。この景色を見てここで暮らそうって思ったんじゃない。こんな気持ちいい風は他のコロニーじゃ味わえないもの。ずっとここにいたいって思える。カチュアがいたいならずっといていいよ。え？歓迎する。あ、もちろん仕事は手伝ってもらうけど。そうできたらいいんだけどね。カチュア？私今学校を休学中で考えとくね。あ、そうだ、街の中も見てきていい？構わないけど。じゃあ行ってくる。あ、カチュア。レンジ、悪いけどついて行ってあげて。ったく、なんで俺が子守を。あと、これを持って行って。カチュアの分もあるから。なんだこれは。アファム設備の身分証だよ。外から来た人間はこの町では目立つから。わかった、じゃあ行ってくる。うちの事務所は3番街の5番通りだから、カチュアと一緒に来て。あえよ。金星で暮らすなんて考えたこともなかったな。でも私は。おい、そこの娘。あ、見ない顔だな。どこの人間だ。私は別に怪しいものではなくて。怪しくないから。怪しいな。ああ、いたいた。勝手に一人でフラフラすんな。レンジ、すんません、こいつアファム設備に来たばっかりで。ああ、これ身分証です。なんだ、あそこの人間か。この先はお前らの管轄外で立ち入り禁止だろ。ちゃんと教育しておけ。はい、すんませんね。じゃあ俺たちはこれで。ほら、行くぞ。あ、うん。アファム設備か。ギャラルホルンアレルギーってのは嘘ってわけでもねえんだな。ごめん、ありがとう。礼なら俺をよこしたウィスタリオに言え。そっか、じゃあ後で言う。ウィスタリオの誘いを保留したのとお前のアレルギーは関連があんのか。あるような、
あるような感じ。つまりあるんだな。まあ話したくねえなら無理にその辺の事情は聞かねえけどよ。お前って帰る場所とかねえのか。親は、家は、心配してるやつは。一度にいろいろ聞かないでよ。それも話したくねえことか。どうなんだ。お母さんは2年前に死んだの。そうか、そりゃ辛かったな。父親は？会ったことない。どこのドイツなのかは知ってんのか。知りたくもなかったけど。その言い方じゃそいつを頼る気もないんだな。うん。だったらウィスタリオの手を取ってもよかったんじゃねえの。さっきも言ったけど、私休学中で学校だけは卒業したいと思ってる。お母さんが死ぬ前に入学の準備をしてくれた学校だから。お金なんてある家じゃなかったのに。じゃあ卒業したらウィスタリオを手伝う、そういう約束でもいいんじゃねえのか。それができたら楽だったんだけどね。私がいるといつかみんなに迷惑をかける。は？どういう意味だよ。レンジは分かんなくていい。ほら行こう。わけのわかんねえ嬢ちゃんだな。置いてくわよ。追いかけてきた恩人を置いてくんじゃねえ。ほんとあんま人がいねえんだな。この辺は住んでいる人がだいぶ減ったから。あ、でもコルヌネさんに会ったのはこの先だったね。はい、この先、あの廃工場でした。あの時はウルズハントのお宝ってもっと分かりやすいものだと思ってたんだよね。まさか解析不可能なデータだとは私も知りませんでした。それも何箇所か回らなければなりませんからね。これってあと何回続くんだ。多分あと3つだと思う。どうしてそう思われるのですか。3つ目のポイントで薬剤戦とモビルアーマーのことを調べている面堂って人に会ったんだ。その方が言うには指定されたポイントにはある共通点があるということでした。その共通点ってのはなんだよ。セブンスターズ。俺たちが回っているポイントは初代セブンスターズに関連しているらしいんだ。すでに4つのポイントが指示されています。だから残りが3つというわけですね。じゃああと3つで終わるってことか。決めつけるのは危険かもしれないけど可能性は高いと思ってる。でも3つなら簡単に終わりそうだな。だといいんだけど。どちらにせよウィスタリオさんの夢のために最後まで頑張りましょう。そうだね、頑張ろう。俺たちも負けねえからね。そうですね。あ、でもそうなるとどうかしましたか。
ウルズハントが終わっちゃったらコロナルさんとはお別れなのかな。そうですね。水先案内人の役目はウルズハントが終わるまでですから、うん、ん？終わったらコルナルさんは N って人のところに帰るのかな。いえ、帰るということはありえません。もともと私はウルズハントのために N が手配した駒の一つに過ぎませんので。どういうこと？パルスタイさん、話してもよろしいですか？構いませんよ。事情はそれぞれに違っていますが、私たちは N にこの身を買われているのです。そうだったんだ。おですが、今となっては N に買われて私は幸運だったと思っています。それはどうして？こうして水先案内人として果たすべき仕事を与えられています。それに結果に限らず、ウルズハントが終われば十分な報酬と好みの解放が約束されているんです。何よりウルズハントをきっかけにしてミスタリオさんたちと出会えたのですから。そっか、うん、そうかもね。でもそれじゃあ終わってからのことはまだ何も決まっていないのかな。はい、今のところは何も。私には帰る場所もなければ待っている家族もおりませんので。タチアンに振られたばかりでなんだけどさ、コルナルさんがよければ終わってからも俺を手伝ってほしい。いいのですか？そばにいても。コルナルさんのお茶が飲めなくなるなんてちょっと考えたくないからね。グラディアス、本当にありがとうございます。ここだ。ここがうちの事務所なんだ。あら、ようやく帰ってきたわね。スプラ、帰ってくるってデムナーの坊やに聞いたから、せっかく待っていたのに。ウィズったら全然帰ってきやしないんだもの。ウィスタリオさん、こちらはアファム設備のルツを任せていたスプラだよ。皆さん、よろしくお願いするわね。ほら、ウィズ、よく顔を見せて。怪我はしなかった？ご飯は食べてる？大丈夫だよ。だったらちゃんと言うことがあるでしょう。あ、うん、ただいま、スプラ。え、よく帰ってきたわね。お帰りなさい。ブラッドレー三佐、報告があります。なんだ、くだらん報告だったら許さんぞ。下から連絡がありました。ウィスタリオ・アファムが戻っているそうです。ほう。アファム設備が所有する船を港でも確認済みです。それはいい知らせだな。ゆっくり楽しませてもらおうじゃないか。
やはりモビルアーマーとの接触が引き金で機体のリミッターが外れたのが原因か。一体この名は何を意味するというのだ。祖父からは隠すように言われたが。このまま若をウルズハントに参加させてよいのだろうか。エイハブリアクターの出力安定、各壁閉鎖確認。管制室から出航許可出ました。いつでも出航できます。そうか、では行こう。金星に。